ヘドルナッシュは、イギリス出身のテノール歌手。ロンドンのデトフォードに生まれる。ウェストミンスター寺院の聖歌隊を経て、ブラックヒース音楽院に入学するも第一次、世界大戦が勃発したために軍務につき、戦後音楽院に復学して、マリー・ブレマの訓導を受けた。音楽院に復学した頃から、人形劇によるオペラ上演ために、テノール歌手の仕事をこなしていたが、ミラノに留学して、 ジュゼッペ・ボルガッティに声楽を学ぶ。1924年に、ミラノのカルカーノ劇場で、ジョアキーノ・ロッシーニのセビリアのハチ師の伯爵役でデビューを飾った。1925年からイギリスに戻り、リリアン・ベイリスのプロデュースによるオールドビッグシアターのオペラ上演に参加して、名を挙げた。1929年に、コベントガーデンオーリツカ劇場にデビューし、 1934年からグラインドボーン音楽祭に登場するようになった。第二次世界大戦中はカール・ローザ・オペラ・カンパニーに参加した。後進の指導にも熱心にあたり、王立音楽大学などで教鞭を取った。ロンドンにて死去。ヘデル・ナッシュ。2015年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年12月23日閲覧。 アーカイブ2017年8月8日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。